理学研究科応用数学専攻博士後期課程2年の木谷です。今日は私がこの村上研究室を案内します。この研究室では統計学の理論構築やデータ分析を追求する統計学を専門にしています。早速ですが、こちらの研究室では今ノンパラメトリック法について研究しています。聞き慣れない言葉ですよね。ノンパラメトリック法とはどのような方法なんでしょうか。先生に聞いてみましょう。では先生、よろしくお願いします。ノンパラメトリック法は一言で表すと母集団分布に依存しない統計手法です。その中には例えばこのように正規分布、指数分布、一様分布など特定の分布を仮定して分析する方法があります。しかし私たちが住んでいる世界には多種多様で複雑なデータで満ち溢れています。例えばこの下のグラフのようなものがその一例になります。正規分布をはじめとする特定の分布を仮定する根拠は見出せないことが多くあります。そこで母集団分布に依存しない統計手法、すなわちノンパラメトリック法が必要となります。例えば新しく開発した薬の薬効効果が従来の薬の薬効効果よりも上がっているかどうか、ある銀河の天体がどのような分布に従っているか、寄生虫の複数のコロニーの特性に差があるかなど、さまざまな分野で応用がされています。ありがとうございました。村上研究室では今説明があったノンパラメトリック法を使って複雑なデータをより正確に分析する力を磨いています。統計学は世界的にも広く研究されているので、常に最先端の研究を知ることが重要です。そのため村上研究室では積極的に国際学会で発表することが推奨されています。私も2018年、2019年に国際学会で発表したことがありますし、来年も発表予定でいます。研究室の仲間を紹介します。こちらはマーさんです。こんにちは。こんにちは。東京理科大学理学研究科応用数学専攻修士2年のマー・イリエンと申します。統計学のどのようなところが面白いですか？データを見ていただけではわからないことが統計分析することで新たな知見を得ることができたり、思っていなかった結果が得ることができたりすることが面白いと思います。また多種多様で複雑なデータがたくさんあるので、データに応じて分析手法を使い分けていく必要があります。さまざまな分析手法を知ることができることがすごく楽しいと思います。でもやっぱり辛い時もあるんじゃないですか？はい、水文学や金融学など幅広い分野でデータ分析できる分析手法を研究しています。分析手法を提案するのに理論的な裏付けが必要となります。理論的な裏付けを示すためには長い時だと 2,3 ヶ月もかかりますので、またシミュレーションを行うには、自分でプログラムを組む必要があります。何回も何回ものエラーが出て進まないこともありますけど、結果が出た時にはすごく達成感が強いと思いますので、あんまり辛いとは感じていません。なるほど。研究室に配属されて研究するようになって自信がついたことってありますか？はい、あります。理論や分析手法をいろいろ知ったことで、データ分析一つするにも様々な方向からアプローチできる力がついたと思います。一生懸命研究している成果ですね。ありがとうございます。もう一人仲間を紹介します。こんにちは。こんにちは。村上研究室の鈴木です。こちらは何ですか？これは今企業から提供していただいたデータを分析しています。何のデータなんですか？こちらですね、企業からいただいたものですので、あまり詳しいことは言えないんですよ。あ、それはちょっと残念です。すいません。将来は何がしたいですか？はい、私はですね、こうした企業のデータの分析などデータ分析の面白さをこの研究室で見つけました、ですので将来はデータサイエンティストとして活躍していきたいというふうに考えています。
データサイエンティストはですね、はい、幅広い分野で活躍できる職種ですので、はいはいはい、どんな分野でも活躍できる人材になりたいというふうに考えています。なるほど。この研究室ではデータサイエンティストやアクチュアリー、システムエンジニアなどを目指す人が多いです。数学を社会に生かすために統計科学、計算数学、情報数理を勉強、そして研究することができます。そこで培った知識、思考力と経験を社会に生かせる点が村上研究室の魅力です。